ております。どうでしたでしょうか、来た皆様。私的には結構楽しかったなと思うけど。ロボットダンスどうぞ。絶対やだ。ファースト見れなかったの少しさん、やだよ。タカさん唇ありがとうございます。これはフレームじゃないのね。めっちゃ話してたと思う。めっちゃ話した。さあすん、すごい。でも楽しかった。なんかの制服が中間服になってましたね。あー、冬はブレザーなの。私前回言ったら夏だったから半袖だった気がする。夏だったっけ。スカートも買って、なんかスカートあれだよね、なんかあの、なんだっけ、リカちゃん人形じゃなくて、なんかすごいあれみたいだった。ちょっと名前が出てこない。もっとなんかこう海外チックな感じの。ふるゆかさんリップありがとうございます。インスタのカレンレンとのカニャシャ服でのやつですか。あ、違う。あのフィルターちょっとかまってる。あ、そうそう、バービー人形みたいなスカートでした。日清月歩さんお疲れ、ありがとうございます。茶色のブレザー、なんかね制服風衣装みたいな感じだった気がする。なんちゃって制服みたいな、楽曲用とかではなかったかな。寒い。寒くない？なんか今日さ、その行ったらちょっと事務所行った時、ちょうどもその目撃者組がメイクしてたんですけど、リノから「クリナ絶対その格好暑いよ」って言われたんですけど、普通に今寒いし、その時も私結構寒かったんですよね。絶対おかしいよその格好、絶対暑いよってめっちゃ言われたんですけど、いや寒い寒い寒いみたいな。今日の衣装はエモかった。なんでエモいってね、そんなエモい衣装着たことあるっけ。配信してます、書こうかな。今日何日目だ、41か。ちゃんと生誕って生きてるけど、わ、来てなかったね。渋谷さんかわいい、ありがとうございます。小一さん400回目の方もありがとうございます。グッチさんリップありがとうございます。手のひらが痛い、いっぱいパチパチしたからね、ありがとう。タモちゃんペンギンありがとうございます。冷めた顔最高に怖かったです。私はいつもあんなのです。あ、みんなこれ美味しいよ、ピレグミプレミアムマンゴー味、私の大好きなマンゴー。普段も可愛いな全然ないけど、外仕事のみなちゃん別格で可愛い。けカレンレン可愛いって言ってたくせに。洗濯忘れで前のセーターに生きていった、えらいえらい。じゃ服見に行ってました、今帰り道、ありがとう。タモちゃんリップありがとうございます。たまに出てくる私のこのライバー気質。梅はよく食べた。あ、ピレグミの梅めっちゃ入ってたよね、メンバー内で。これとあとなんだっけ、ちょっと前に食べたプレミアム美味しかった、みかんかな。スケさんうどんでゆうさんとご飯食べてる。仲良し。君らやっぱ仲良しね。
でも今日本当知ってるファンの人いっぱいいておもろかったいっぱいいるって思いながら配信で見て面白かった、ありがとう、嬉しいですね。さくらんぼまた、あ、それかな、さくらんぼだったかな、食べたの美味しかったのはさくらんぼだ、なんとか錦、佐賀錦みたいな名前のやつじゃなかったっけ。公園であんまストレートヘア、そうね、あんましないかも。じゃあ服1列目でした、ありがとう。自然連番かのご飯も連番なんです軽く福岡栗山会やって楽しかった、あ本当、どこ行ったの今日は、また取り木、布石は固まってましたか、結構私のファンの方今日多かった、配信で見てた、めっちゃ楽しかった、ありがとう、頑張った。服前のロビー濃すぎた見たいな、そのロビーの光景、佐賀認識は佐賀のお菓子、間違えた、え、砂糖、砂糖何、シャフクって何、あの福岡のその吉本の芸人さんと HKT メンバーがこう一緒になんかこうなんていうの、シャッフルでチームになってこうバトルじゃないけどなんかちょっとした企画のこうゲームをしてっていうやつがシャッフクです、シャッフル福岡、略してシャッフクです。今日は生誕の打ち上げのとこ、どこだろう、佐藤錦か、惜しいね、佐賀錦と佐藤錦、回避した途端顔が生き生きしてて最高でした。いやーパンストはね、なるべくならやりたくないですから、あんなにステージ近いね、うん近い、社服は私も久しぶりだったけど、ああ確かこんな感じだったもんなみたいな、のちゃんのパンスト姿見たかったけど今日はもこちゃんの、やだよ絶対やだ、ロボットダンスも最高でした、ロボットダンス頑張ったんだけどねHKT 一人チームになるのか楽しそう、いやでも意外と一人チームになってみたかったかも、2回目誇張した、そんなことしてないよ、ハマチョンさん100回目の方もありがとうございます、今日稲ちゃん推し2人に初めましてしました、誰なんだろう、ロボットダンス頑張った、そうでしょう、頑張ってたでしょ、普段ロボットダンスなんてやんないんだから、 DB さん可愛い、ありがとうございます、ごめちゃんカレンダーに通過してるからだぞ、警察官って答える前に車掌さんって答えた時ドキッとした、 JR とのコラボのあれで先に出てきたのが車掌さんでした、で運転手さんはこれあんましないじゃん、ひろつさん、指ハートありがとう、ってなると私のファンの人には車掌さんが2人いるから車掌さんみたいな、あれ運転手さんするのあれ私のイメージだから、ファンの人に2人車掌さんいるから、私の知ってる車掌さんはだから車掌さんってと違ったってなってくると、じゃあこれは警察官かなみたいな、いますよ私のファンの人に車掌さんが2人もいるんです、ゆうくんと三角さんくっつけました、じゃららららららん成立、
リアル車掌、そうです、リアル車掌です、ガチリアル車掌がいます、このルームには2人。ピッ、ちょっと手のひら見えないようにね。カモの確かにネタのサプライズ、サプライズレーンは正直メンバーにとってもサプライズなので全く分かんないです。この前のサプライズレーンも結構直前に聞かされたので全然分かんない。まああったら来ない、でもなさそう。明日ゴルフなので配信来ながら寝ます、おやすみ。この前もゴルフって言ってなかった、毎日ゴルフやんけ。綺麗な綺麗、そう、習ったのは手のひらを見せない。みんなで仲良くしよう、栗山のは。そう、仲良くして。昨日初めて HKT の劇場の前まで行きました前まで行きましたありがとう。え、前まで来てちなみに何をしたの、一旦そろそろ大型二種持ってるオタクおるんやない、バス運転できる人いそうじゃない。なんか横浜行くことにしたけど、稲ちゃん完売できない横浜完売で行くことに、じゃあ横浜行くことにしたのあれでしょ、みなちゃんのとこじゃなくて他のメンバーのとこに行くから横浜に行くことになってるんでしょ。なんだろう、星ゴルフ、接待ゴルフかな。車掌って目の前で言われた時です。あれ3人目、あれ車掌さんだっけ、3人目うちのルーム車掌さん3人いる、もしかして今そっち関係の仕事っていうのは知ってたけど、あれ車掌さんだっけ。HKT 劇場の場所の確認、あ、本当ありがとう。たまたまいたおじさんと〇〇、誰だろう星になる人誰だろう、生でチケット見てみたいって言った。本当ファンの人じゃなかったのかな。大型二種免許持ってる人はいました。あ、昨日そうか、救援か、昨日なかったか。二種じゃないけど大型あります。運転もできる、あ、運転手もいた運転もできるらしいよ、すごいじゃん。車掌さんもするし運転手もできるの、ハイブリッドな人がいた。3人目だ車掌さん、すごいじゃん。ニナのルーム車掌さんめっちゃおるやん、肉切れるぞ、肉切れる人もいました。髪も切れるもんね。みんないいよ、なんか自慢できる人、自慢できるの。運転手さん2人いたのおもろい。運転手さん2人っけ、運転手さんは1人じゃない、大型持ってる人いるけど。大型にしもって言ったけどバスできるんだね、すごいな。他なんかいる路面電車の運転手さんがおる、え、誰、あ、いた、路面電車の運転手いた、本当だ、運転手2人だ、そういうことね。比較的有名なアプリの運用やってます。なんだろう、気になる。テレビカメラを使います、おお、すごいね、マッサージできます、強いよ。バスの運転手さんがいないかな、運転手はいない、運転はできますだけど。大型二輪じゃダメですか大型二輪なんかいっぱいいるね、意外と。スプラの指導はちょっと大丈夫です、一旦一旦大丈夫。あとは指令がいれば電車走らせられる。お、誰だ、指令いないな、パイロットいなそう、さすがに。公主電気車だから普通の電車だけだけど、普通の電車と他に何があるの、新幹線とかそういうこと。運転手さんは車掌さんを経験してから試験を受ける会社が、ああそうなんだ。眼科の検査、眼鏡作るの任せろ、
あれ多分メガネ作れる人まだこのルームにいるよ、他にも。船、船もなんか誰かいなかったっけ。大型持ってるけど2種はない。ダンプなら乗されます。あう、返納しました。二節バス乗ってます。乗ってますでしょそれ。公務員試験のことなら任せてくれ。あ、それはいいね。機動車、大型プリンター導入。うー、メガネも多分複数いると思う。電車作ってます。機械壊れたの合わせる。あ、いいね。電車作ってます、いた。すげえ、電車作ってます、すごいな。バスの運転手にいる。あ、マジ箱押しの人か。客じゃないよ。あ、客じゃないの。え、運転し、あ、そっか、運転してんだっけ。前髪切った、汚い。新幹線と普通の電車、機動車、機関車、蒸気機関車、全部免許違う。普通の電車って二節みたいな感じのこと。フォークリフトで暴走してます。暴走はしないでください。処方箋書きますの意味で。ああ、それはどうなんだろう。でもメガネ屋さんしてる人はいるよ。今見てなさそうだけど。二節は普通の電車。ほう、頭文字さん、ランプありがとうございます。クリーム会話で電車一本動かせるとか、その指示する人さえいればって感じだと。湯布院の森みたいなのが機動車。あれ機動車なんだ。ウェブ構築、そう、なんかね聞いたんですよ。どうなの、出しネットできないのって聞いたら、結構大変、大変というかお金もかかるらしくて、ウェブ作るのにちょっと大変って言ってた。調べたけどって。あとネットだとやっぱこう、なんてクレカとかだと大変だから、そのなんていうの、あの集金問題が、なので絶対に代引きとかじゃないとちょっとできないかもみたいな感じだった。そう、手数料持ってかれるから。大型免許持ってます。お、本当。今札幌から福岡に帰ってる途中。札幌から福岡ってどのくらいかかるの。やばい、それはやばそう。キュンです。このルーム現在車掌さん、運転手さん、メガネ作る人がほぼおる。なんちゅうルームやねん。道の駅には出してないんです。前入金、商品届かなくていいのでただの貢ぎ物やそれ、お金の。かおちゃんハート100個ありがとうございます。 B 級ライセンス、何それ。道の駅出して、道の駅出してないとか、多分直接は出してないと思う。市場とかに一旦出してそれが出されてる可能性はあるけど、多分とか選果場とかそっち系はあると思うけど、じゃあ道の駅に直接は出してないかな。もうそんなんあれだよね、私がいつか卒業した時に DM で直接ここに送ってください、料金はここに支払ってくださいでやり取りするしかないようなもん。一応週4日間。そんなかかるんだ、大変だね。気をつけて帰ってきな。栗山ってアピってる。いや、アピってないと思う。飛行機が乗り物の中で一番苦手なんやけど、私も飛行機が一番苦手だからちょっとどうしようもないわ、諦めよう。JA に栗山さんとこのって分からんやろ。ティーチャーさんハート100個ありがとうございます。配信で言ってた宿題ちゃんとした。本当見た、ちゃんと動画、みんな見た、みんな。私ちゃんと確認しに行っちゃうからね、 YouTube に。
どれだどれだ、これか。みんなちゃんと再生数稼いでる？とりま10回見ていいでした。おお、えらい、ありがとう。じゃあ分からん。今岡山まで来てます。あ、じゃあ結構こっち寄りになってんだ。でもねりまーくんさん200回目の方もありがとうございます。動画見ました、えらい、ありがとう。ヤッホーヤッホー、痒い、なんか刺されたかも。帰りはなんか痒くてずっと書いてた。こうなっちゃった。今度実装される YouTube の30秒広告安いよ。あれ携帯とかでは流れないんでしょ。なんか他のなんかもっとこうテレビとかに流れるんじゃなかったっけ、っていう風ななんかリプランみたいなコメント欄見て、あ、じゃあまあまあまあしゃあないかなみたいな。途中から CRO しか見えへん。なんだ CRO って。J1 に上がるとアキちゃんの対決とかありそう。確かにそうなってくるとね、面白いんですけどね。あ、CRO これね。クラブリレーションズオフィサーね。偉い人。え、太郎さんリップありがとうございます。HKT ホテスクリームアイちゃんが楽しんだ様子は来週放送って。おもろい。写真でタタタって紹介されてる。まあ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 、でもね、今週の日曜はね、私特集ですから、知らんけど。トリニタさんって今 J2、 そうです、 J2 3位だっけ。今日初めて Uber みたいなやつ使ったけど、あれ便利やな。こうして人類は Uber にハマっていくのである。しおちゃんリップありがとう。元選手ふなちゃん、ハリプトのネイビーの浴衣に似合いそうやけど高すぎ。2万6000でしょ。私あれが気になってる。全然ハリプト関係ないんだけど、サシさんとこのあのリリミューの今度メイクブラシ出るじゃないですか。あれがちょっと気になる。ゆりちゃんがラスト熊本の上始めた。ひなちゃんと仲が、ひなちゃんとゆりちゃんがそんなスポーツで仲悪くなるなんてありえないわ。ピンクなのかな、なんだっけ、何なのかちょっと色は覚えてないんだけど、今度出るって聞いていいなって思った。大量に届くぞ。届いた届いたでめっちゃいい、ありがたき。いつ出るかとかは全然把握してない。今日寒いからお風呂使っちゃおうかな。6月21日発売ってサッシのツイートに書いてあった気がする。6月21日、サナの誕生日付近か。
ラーメンリップありがとうございます。シャワー飲み、めんどくさい時はシャワーだね。だからなんならもうめんどくさい時は次の日の仕事前に入ろうって思って朝入っちゃうからシャワーだね。でも寒い時はやっぱ冷たくなるお風呂。100数えなく、100数える人いなくない？大体20じゃない？お風呂って100無理じゃない？まあ100とかじゃなくて私は2時間ぐらい使ってるんでそんなあんま変わんないですけど、結局100も何も。100なの？そんな追い詰める？フォーコさん400回目の方もありがとう。100数えてた。サクも数えてたっけ？ 20、 私20だった気がする。フラがって髪かかすのがしんどい現象。そうなのよ。だから一旦とりあえず上がったら化粧水とかのスキンケアやって歯磨きしてちょっとダラッとして最後ちょっとだけ乾かすみたいな感じで。お風呂掃除どんな手順だよ。一旦まず壁と浴槽の中をシャワーでジャーって濡らして、でまあシュシュシュっていうの、スポンジじゃなくて間違えた、あのシュシュシュってやる、シュシュして、それスポンジのやつで棒ついたやつで洗って流す。これじゃないの？かっちゃんさん100回目の方もありがとうございます。お風呂掃除はでも私お風呂上がったらすぐするので、今日の髪がどんだろうと思ってましたがパンスタイルのストレートです。いや地メイクなんですよ髪の毛が、茶服は。だからちょっと今日で普通に髪の毛結ぶゴムとか持っていけませんって何もできなかった。天井はねたまにしかしないかも。え、毎回なんか腐りそうじゃない？風呂の中毎回しないと。ガチ恋中太郎さん1500回目の方もありがとうございます。すごい、なんか名前もすごいなって思ったけど、思ったより1500回も来てたびっくりした。2時間使ってる動画めっちゃ見てそう。見てる。お風呂掃除だから書かない、書かない、そんなお風呂掃除に力入れてない。ほぼ全部来てるだよね。でも今ツイッター見たけどちょっと誰か分かんなかった。吉本の劇場でコンサートできそうだよね。まあ確かに劇場よりちょい少ない。でも広さ的には割と同じぐらいかも。客席がなんならそっちの方が広いかもしれない。こう開放感的な問題で言うと響きそう音が。お風呂掃除ですか。お風呂掃除をし忘れてるというかするのがめんどくさいなって思うのは分かる。劇場より大きい、多いか。イナッチさん100回目の方もありがとうございます。お風呂の置くだけファブリーズ、あんまり黒カビ出なくて。私黒カビ出たことないです。率先してする派、親に言われてする派。率先する派かな。いや親に言われてする派ですね。時と場合による。ヒロクニさんリップありがとうございます。ポリッシャー、なんだそれ。高さがあるから劇場よりは後ろでも見やすい。でもあれだよね、やっぱ距離感的には劇場の方が近いもんね。高さ的にも
嘘でサブとそくそのそっかぬるぬる、え、汚ね、ちゃんと掃除したい、本当に無理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 、私無理。あなたはポップスター、一人じめはできない。素敵なポップスター、回転するブラシの機械、なんかちょっと高そうだな。一回サボったぐらいでヌヌせんけど1ヶ月ぐらい、いやだ汚ねーマジで、ちゃんと掃除してよ本当に、もう汚いの汚いのやだりな、汚なんだけはガチ無理やからちゃんと掃除して本当に。座席数501 501 1 溜める前に浴槽内の掃除をして、私だからお風呂上がるときに掃除して、次お風呂溜めるときは一回浴槽内にちゃんと流してる。GED ジャケットの中あなたがウインクしたようで、吹きかけて30秒待つやつをやってる。あ、30秒待たなきゃいけないのか、私でも吹きかけるだけとか信用してないから、ちゃんと自分でこうブラシとかで洗いたい派なんですよ。今日目撃者見て大分帰ってます、この間取りに行った、そうまた今度、うん行きたいんですけど、お仕事でぜひ行きたいなと思ってます。だから行きたいんですけど、やっぱ結局公園とかと私被ることが多いから、しかもなんかそのホームだったら行きやすいけど、そうじゃなかったら、なかなかね、遠征ってなると。ユニットの曲の鼻歌期待してます。でもユニットみんなどうせあれでしょ、炎上路線なんかとかやってほしいんでしょ、腕を組んでとかだったら絶対なんかみんなちょっとシュンってなるでしょ。放置で綺麗になるのが半分疑ってるね。いやまあ効果あるんだろうけどさ、ちゃんとこう自分で頑張った感を出さないと、なんかこうさあんま気が済まないんだよね。腕の件、腕の件は申し訳ございません。もし私が住んでたらどうすんの。広い砂漠の真ん中で2回転しろってねがアンダーやぞ出てとしても来週末、今週末秋田に応援してきます。おマジ頑張って行ってこい。アクセル歌ってもアクセルだけ歌おうかな。愛しさのアクセルを踏み込んで思い出にぎるスピードで、あれ2回転しちゃった。喜んでる文字のやりついたみたいで、でもこの前喜んでるじゃん。お、七瀬さん200回目のおめでとうございます。カーボーイっぽい衣装に似合う。そうなの。魔法ショードスティックはね、みんながね、あのチームエイジ昇格の時にくれた、あれなんだっけ、あの花
に刺してます一緒にあのバルーンついたあれなんていうっけ、花束じゃなくて、そうあれにぶっ刺してます。6時起き寝な、浴槽の底洗うとき足でスポンジゴシ棒ついたやつ買いなよ100均とかで売ってるから多分どこに刺したの。いやなんか刺すとこなくて、どこが一番いいかな、そこしかなかったんよ。今日でもマリアさんの目撃者、今日初日だったんですよマリアさんの。そしたらマリアさんのファンの人から目撃者初日マリアちゃんおめでとうってお花届いてて、すげえこれでもお花届くんだと思って、なかなか私初日でお花来てるの見たことなかったからすげえと思いますね。マンボさん100回目の方もありがとうございます。じゃあみんな私の目撃者初日とかが決まったらフラサ立ててもいいよ。お花多めじゃなくていいから、こうなんか骨ばっかりのフラスでいいから。タワーを投げる大量にありがとう。フラスタワーすげえ変なやつで止まるよね、えみたいな。フラスターさ、そそられるやつ。ニャルな話間に合うかね。まあそうだよね、間に合わなそうだよね、私が決まってそれに間に合わせるの。あなたはじゃなくて、そうフラスター、花束の代わりにフラスタを。いつか公演出演のたびにフラスタになる。皆さん今日も公演お疲れ様ですっていうフラスタが毎回立つかもしれない。ちなみにこれは花束の代わりにメロディーをです。花束の代わりにメロディーを、抱きしめる代わりにこの声をという歌です。フラワーバスケット、フラワーバスケット重たいからでも飾るってなるといつもあれがいい、その昇格の時にくれたようなやつとか、あの周年のやつみたいなやつがいい。いっぱい部屋に飾りやすい。小さめのやつ飾りやすい。大きいのだとどうしてもこうなんか積み重なっていっちゃうから。ウィザードフラワーか、あれが欲しい、あれが欲しいって言うとなんか違うかフラスターについてるあの浮いてる風船が欲しい。ヤッシーさん300回目の方もありがとうございます。
遠巻きに見てたあなたのこと大好きすぎて、ヘルムイリフセン、そうあれ欲しい。風船好きやね。風船好きだって。あ、でもまだ全然生きてるよ、あのフラスターの生誕の時の風船。今何ヶ月ぐらいだ、生誕から。もう少しで半年、まだか、5ヶ月4ヶ月ぐらいか。一応生きてるよ。今年のスタンド花、いやでも全部はね、さすがにちょっとお部屋に入らないので、生誕は座れるやつがいいですハウステンボス以外長瀬行ったことある、小学校の修学旅行ぐらいかな、それ以外ない。ヘリウムの感じいらん、それはいらん。座るのだから、な、座るのがいい。るーちゃん座れるのじゃないと嫌だ。神崎正和さん唇ありがとうございます。チュなんちゃ、座れるのじゃないと嫌だ。ブランコにするか、ブランコやばい、ブランコめっちゃ高そう。シーソーにしよう、シーソー、ハイジ並みのブランコ作りたい。よー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 よほほほよほほ、口笛はなぜ遠くまで聞こえるの、あの雲はなぜ私を待ってるの、教えておじいさん、教えておじいさん。服アーカイブで見させていただきます、よろしく。シーソン反対側の重りは何キログラム寄せばいいでしょうか。まあ軽く見積もって、軽く見積もってじゃないな、50あれば絶対に足ります。まあそんな重くないですけど、眠たいかも。眠たくは、いや、眠たくはない。いや、眠たいのか。なんだこの感情は。どっちなんだい。ねーむーい。パワー。起きて、うわ、やだ、なんかハートつけてきた、ちょっとそれは罪だな。眠いんかい確かにそれはそう。
翔さん唇ありがとうございます。チュー。25歳はね、また旅行誘われてんの。傷つけない断り方ない。25歳よ。お付き合いしてない女性と旅行に行くような不健全な男に見えますか？キラン。お休みの中は、うわ、キモ、やだ、無理、そんなん言ってくんな。全然首してないね。いや、言われたら出るんだよ。はあ、あいときりきりまえさん、ランプありがとうございます。一回は回避した。バリおもろい。まあでも若いですよ、25。だ、私の2個上でしょ。若くない？そう考えると、てか発売の目指しの演者の角度が珍しい。え、私見てないな。なんだろうそれ。かゆい。なんかなかなかよくわからない服を着てますね。これ撮ったっけ？なんかでもこれちょっとブス。と綺麗ですね。ありがとうございます。お肌は綺麗です。これはもう諦めた。諦めんな。白っぽいでしょ。白に下が黒だね。アキちゃんくらい。アキさん2個上だっけ？そうだね、確か2個上ぐらいか。冷静に考えれば大バカな話。ここばっかり立っちゃう。わ、マンゴー食べたい。今ピュレグミのパッケージのマンゴーを見てマンゴー食べたいなって思っちゃった。マンゴー食べたいんだけど、高い美味しいマンゴーが食べたいです。ここ重要。高い高い美味しいマンゴーが食べたいです。一緒に福岡行こうと言われたけど別行動だよと思った。別行動だよ。逆になるに並んでも。そうね、一回連れておいで。マンゴーのパフェうまい。マンゴー食べたい、ガチで。岩田行くか。岩田行ったら買ってくれる、みんな。高いマンゴー、マンゴー、あーうー、マンゴー、あーマンゴー、ナンバーツー、ドゥ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 。太陽のマンゴーがシーズンです。じゃあみんな明日岩田屋で買って。めっちゃ好きちゃちっとしてちゃ寂しくなっちゃっちゃう。むっちゃくちゃにもっとしなくちゃ。マンゴーちゃちゃちゃ。わ、お茶猫リボン茶さん、100回目の方もありがとうございます。だってあんたくらあときちゃ一瞬でちゃちゃちゃ。チューしてなんて無茶ぶりしてあなたにちゃちゃちゃ。30個くらい。でも1個1万円くらいだよ、高いマンゴー。マジンさん100回目の方もありがとうございます。まだ子供だと思ってたら知らないうちにやけどするよ。おいえ、
焼きそばカレーにハンバーグ、時には悲しんでもいい、会話の途中で変な間を作って見つめてあげるわ、ドキするような視線、マンゴーマンゴーナンバーツーで横、甘い甘いフルーツのリス、リップクリームなんて捨てて本気のルージュ引きたい、マサさんマサチャ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 、いた、マンゴーやりたかったのに、意外にマンゴー歌える、意外にマンゴー、ロマンスは早すぎる、まだまだみたいなじゃなかったっけ、贈答用で購入して安いの4500円くらいからありました。1万円のマンゴーがいい、誰か1万円のマンゴー買ってきて、マンゴー食べたい、高いマンゴーが食べたい、ふるさと納税か、ラチの前方がうますぎてどんどん見つぎたくなるのしんどい、わやった、タワーを投げたくれるかもしれない、5キロっきりで砂みたい、砂はでもやってみたいですよね、一回はアメピのセンターやりたいな、クイナの前でマンゴー、やだ落としたマンゴーダメなくないんだけど、絶対ぐちゃってなるじゃん、でもアメピの衣装もね、サイドの衣装の方が好きだったんだよ、センターの衣装より、でも私絶対チョコになると思う、あの愛の行方を、ね、教えてちょうだい、あなたの中の中から、だってあれからずっとまだ返事ないから、やきもきしてるの、たぶん13本で買えるかな、確かに13本で買えるかもしれない、特別会みたいで一回限りの声を覚えるターンを考えると難しいなと思う、まあでも周年とかだったらまあまだ全然いいかな、いい年さをスキャンしてるページのバーコード立ち読みしたファッション雑誌無糖のコーヒー、ピッピッピッ音がするたび、皆先生歌えるようになるって知らん、もともと歌える年齢で入っちゃったから、隠していてほしい私が来たこと、アメピア歌詞が難しい、なんか分かんなくなる、もっとジタバタしながらやりたいものだけやればいい、いつか私も黄色を着てみたかった、一回ぐらい、せーのせーげー、明日から1週間博多子ギフトあります、お、いっぱいモーラをみんなに、
アバターガチャが本当だ。イノセンス2番の歌いだし、2番どんな歌詞だっけ。壊してよ壊してよ純情の壁はいらない、これだっけ。ゆたかさん、タコありがとうございます。タコさん、そうです、タコさんです。自力しないかな、頑張るぞ。ウィンブルドンは黄色なかった、どういうこと。黄色する予定でした。ランララランララン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 ララランララン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 、特別感もうすぐ、早いね。夏は楽しいこともっといっぱいしたいね。なんか今も十分楽しいですけど、土曜の公演行くけど冬寝る。土曜ってなんだ、パジャドラ。いるね、お昼にいます、夜はいないです。フェスか、出れるかな。なんかでも私体力が持たないんだよね、体力作りしないと。お、ランキング見まーす。13位ケロックニさん、ありがとうございます。12位アリツキリキリマイさん、ありがとうございます。11位ガオちゃん、ありがとうございます。11位チョイさん、ありがとうございます。9位ショウさん、ありがとうございます。8位ネムタイさん、ありがとうございます。7位トシさん、ありがとうございます。6位スミさん、ありがとうございます。5位中堅八甲さん、ありがとうございます。4位豊さん、ありがとうございます。3位タモちゃん、ありがとうございます。2位ハルユカさん、ありがとうございます。1位タカさん、ありがとうございます。タカさん、ゆうやくん、アジシェノクさん、お疲れありがとうございます。ケロックニさん、リップありがとうございます。グッチさん、お疲れありがとうございます。エスプッチンさん、お疲れありがとうございます。チョクさん、リップありがとうございます。神崎もさかさん、お疲れありがとうございます。三角さん、尊いありがとうございます。ブリハマチさん、ありがとう、ありがとうございます。サワイ、サヤワンさん、100回目の訪問ありがとうございます。明日はお休みです。いちごタルトが明日には完成するでしょう、おそらく。じゃあ、おやすみなさい。バイバーイ。